はい、メールドットコムです。私多分本当に去年の福袋あたりからだと思うんですけども、結構ベトロベラフォーマさんのカラージェルたくさん使わせていただいております。私自身がめちゃめちゃいいなって思っているから使わせていただいているっていうのもあるんですけれども、比較的にこう値段が安くて品質がすごくいいっていうのが私の中では感じていて、フレンチネイルもすごくやりやすいですし、私が今使用しているウィズノエルさんのボンドベース、あれともね相性が悪いわけじゃないので、弾いたりっていうこともなくって結構使用させていただいております。ベトロベラフォーマを出しているジュークさんからセルフ用のジェルというのがね登場しました。こちらのねセルフさん向けのジュークジェルっていうもの、確か今年の6月とか7月ぐらいかな発売されたみたいなんですけれども、原宿のジュークネイルさんっていう実際にある、ショップの方に行って購入させていただきました。全部で41色あるということだったんですけども、ちょっとね私の方では41色は多分店舗の方に置いてなくて確認できなかったんですけれども、とりあえずということで12色購入してきました。ベースとして見れるような白とか黒、あと赤ですね、あとはラメ系のカラーだったり、この秋冬に使えそうなカラーっていうのをねちょっと購入をさせていただきましたので、今日はねこちらのジュークジェル実際に塗っていきたいと思います。はい、ということでね、まずはカラーから紹介していきたいと思います。001番ブラックスワン、014番マカロン、015番ミルクティー、016番ドール、018番アルパカ、019番コアラ、033番カラメル、034番ハニー、037番シャンデリア、038番シャンパン、039番ベール、041番スワンですね、購入させていただきました。1個あたりのお値段がなんと430円で購入をすることができます。ジュークストアさんの方で購入ができるので国産のものっていう形になっています。内容量が 2.5g ということで、セルフさんでも全然使い切りやすい量なんじゃないのかなっていう感じはします。ベトロベラフォーマとかだとこの星の数だったり数字だったりっていうので、濃さというかこう粘度っていうのかなが変わってきます。2のものはちょっとこうシア感があるものだったり、で3のものは結構もうパキッと発色をしてくれるものみたいな感じで、ここで濃度が変わってくるんですけれども、ジュークジェルの方っていうのはこの表記がないので多分同じ感じなのかなというふうに思っております。まずはこちらのブラックスワンから塗っていきたいと思います。なんか作りがこうベトロベラフォーマと本当に変わらない、このちょっとこう引っ掛けるところがこうなんかいっぱいついてるからどっからでもまあ開けやすいみたいな感じですね。なんか別に粘度もそんな変わんないかな、使いやすそうな粘度かな。あ、思ったより柔らかい感じの色合い、結構映像だと伝わりにくかったと思うんですけども、一度塗り目の黒はちょっとこうシア感がある感じで、二度塗りでこうパキッとこうマットな感じの黒に持っていってあげられるっていう感じの色合いだなというふうに思いました。多分ねこれはセルフさん向けっていうのもあって硬化不良を起こしたりとかそういった心配がないように、薄く顔料を少なくしているのかなというふうに感じました。次はマカロン塗っていきます。テクスチャーは同じかな、同じような感じですね、テクスチャー的には。マカロン2度塗りしたからこんな感じになっています。こうイエローベースさんが使うベージュ系っていう感じで考えてあげるとすごくいいのかなっていう風な色合いですね。ちょっとオレンジがかってるで、ただすごく綺麗な色です。すごいね多分肌なじみがよくってすごい使いやすい、グラデーションもやりやすいしっていうような色味だなという風に感じます。次はこちらミルクティー塗っていきます。ちょっとバーバリーっぽい感じのベージュだと思います。バーバリーっぽい感じ、バーバリーっぽいんだけどちょっと透け感がある感じだから、こうなんかこう
パキッとしすぎない感じが私的には逆にいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとこうちょっと透け感がある感じ、なんかこれが逆に大人っぽい感じに映るんじゃないのかなっていうふうな感じがしております。次は016番ドール塗っていきます。あ、これ好きかも。はい、ドール2度塗りしたからこんな感じになっています。結構これはねピンクよりブルーベースが使いやすい感じの肌なじみ系カラーかなと思います。2度塗りだとこの結構ね下に置いてあるあの粘土みたいなやつが透けるぐらいの色味っていう感じがしますね。こう透け感が残っている感じ。ただこれねしっかり色塗ってあげれば透け感見えなくなるので、グラデーション向き、やっぱりなんかこうスキンカラー系は結構グラデーション向きのカラーが多いかなというふうに感じます。次はアルパカ。結構こう白寄りのカラーといいますか、ちょっとね、あの私ちょっともうちょっとあの手汚いんであれなんですけど、若い子向けなんじゃないのかな。ちょっとね私ぐらいのこう手だとちょっと手のねくすみが目立っちゃうような、もうパッと明るい感じのベージュ系のカラーなんじゃないのかなというふうに感じます。私の手がちょっと汚く見えるので紹介は終わりです。ということでスキンカラーは終わり、ここからは普通のカラーですね、やっていきます。まずはコアラ塗っていきます。本当にコアラっぽい。あ、待って、これめっちゃいいグレーかも。そこまでパキッとこう発色をしてくれるわけじゃないので、ね、なんか薄く塗ってあげるとちょっと透け感がある感じで、大人っぽいグレーの使い方、これめちゃめちゃできるなっていう風に感じました。これはねいい。次は033番のカラメル塗っていきます。これはねちょっとね見本を見た時にめちゃくちゃいい色だと思って買ってきました。わかる？ちょっとこのクリア感すごい可愛くないですか。これなんか別光とかに使ってもいいなと思って購入してきました。あ、ね、すごい大人っぽくって、こうもう真冬とかでも使いやすそうなクリア系のブラウンということで、私的にはねもうねあのカラーサンプル見た時からもう絶対これ買うって決めてあの買ってきたカラーになります。次はこちら034番のハニー。これも似たような感じではある、キャラメルみたい。すごい可愛い。ただベトロのジュエルトパーズっていうカラーがあるんですけど、それよりは少しこっちの方が黄みがかっているというかオレンジがかっている感じがします。比べたらっていうことなので、全然これもあのジュエルトパーズと同じように別光アートに取り入れてあげるとめちゃめちゃ可愛いんじゃないのかなっていうような感じのものになっています。次はこちら037番のシャンデリア、ラメカラーですね、塗っていきたいと思います。シャンデリア2度塗りしたからこんな感じになっています。ちょっとねこうねホワイトシルバーっぽい感じ、なんかクリスマスっぽい感じのラメっていう表現で合ってるのかどうかよくわからないんですけれども、結構上品な感じのラメイメージしてもらうと近いものがあるのかなというふうに感じます。中にこうちょこっとだけね乱切りっぽいような、これがレインボーにこういろんなチラチラって光ってくれるので、すごいねこうなんか使いやすそうな、あのカラーの上に入れてあげてもいいし、カラーグラデーションのぼかした箇所とかに入れてあげてもいいし、普通にそのままラメグラとしても何してもいいような感じのラメカラーですね。次はこちら038番のシャンパン塗っていきます。ちょっとシルバー感が結構強めかな。さっきのシャンデリアに比べるとかなりシルバー感が強めになったかなと思います。ワンカラーでやっても爪全体多分透けることなくあのマットに見せてくれるんじゃないのかなってぐらいね、結構粒子も細かいのがギラギラっといっぱい入っている感じになっています。次はこちら039のベールですね、ラメ最後になります。ゴールド系ででも中にこうちょっとオーロラっぽい虹色っぽいのも入っていて、かなりこうゴージャスで
あの爪のこうベースもね透けさせることなくマットに塗ることができるタイプだなと感じました。ベラネイルさんとかみたいにこうすごいねラメがぎっしり入りすぎているってわけではないので、結構セルフさんとかでもわりかし塗りやすいんじゃないのかなと思います。塗りやすいんだけど結構薄付きでこうね仕上げることができる、わかりますかね、もう結構薄いんですよこれ。こんな薄付きで2度塗りしてここまでしっかりとね発色をしてくれるっていうのはめちゃめちゃいいんじゃないのかなっていう風に感じております。最後はこちら041番のスワン塗っていきます。部屋ってめちゃくちゃ柔らかいんだけど、ちょっと白でこの柔らかさは初めてかもしれないっていうぐらい、こうスキンカラーとか基本的にねこうねなんかねジュークジェルさんは全部こう一緒同じ感じですね。ちょっとねこれはぜひみんな一回ね手に取って実際に塗ってみてほしい。全くなんか違う新感覚の白っていう感じがしました。結構プロメーカーの白とかってすごいパキッとはっきりっていう感じの白が多かったりとかするし、プリジェルさんに関しては白って結構細かく分けてたりとかするんですよ。でプリジェルさんのベースホワイトと白っていうカラーがあるんですけど、それの多分ちょうど間ぐらいの使い心地な気がします。すごい柔らかい感じなんですけど、しっかりとこう二度塗りをしてあげるとね白になってるんですけど、光が当たった時の見え方っていうのが他の今まで触ってきた白に比べるとすごく柔らかい感じがします。セリアジェルさんのミルキーホワイトってあると思うんですけど、あれよりもきちんと発色をしてくれてでも柔らかいっていう、なんかすごい本当に新感覚の白を触らせてもらえたなというふうに思いました。すべて塗ってみたカラーはこんな感じになっています。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。私今回初めてジュークジェルさん触らせていただいたんですけれども、正直な感想としてはめちゃくちゃいいものだなというふうに感じました。ただこうやっぱりどうしても全部の色そうなんですけど、全部柔らかい感じのタッチだったり柔らかい感じのこうカラーがどうしても多かったので、こうアートとかそういったことで取り入れていくっていうことを考えると少しこう難しくなってくるものもあるのかなというふうに感じました。なんかピーコックとかフレンチとかそういう凝ったことをやりたいっていう人にはねあんまり向かないのかなというふうに感じました。べっ甲とかみたいなこういうちょっと混ぜ込む系のアートとかそういったものは多分色と色の混ざり合いすごく綺麗に出やすいと思うので、セルフさんでも簡単にできるのかなと思います。こちらのジュークジェルなんですけれども、私は実際にジュークストアさんというねあのネイルショップさんの方に行って購入させていただいたんですけれども、楽天市場の方でも購入することができるということで、今回ご紹介したカラー楽天市場のリンクをですね概要欄に貼っておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。白チェックしてみてください。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。